とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はランダム報酬タワーやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。今シーズンはまあまあ楽勝ではないけども、まあいけるぐらいだと思いますので大丈夫でしょう。ちょいちょいちょい、オッケー、危ね危ね、オッケー。最初は結構ねあれだもんね、やり方によってはちょっと難しくなるんだよな。オッケー、ではいきましょう。5スタート。おっと、ゴーレム、はいはいはい、まあ、ありじゃないですか。うん、うまいこと働いてくれれば文句はありません。よし、 OK。 まあまあそれなりの火力っていうところですね。いけ、ちょっと攻撃して。よし、でもやっぱ星寄るの方がいいな。いいね、やばやば、 HP はそれなりに高い。よし、もう任せていい。 OK、 ありがとう。いきまーす。4、ちょっと待って、初期装備でこれきついぞ、ここは。ちょっと待って。雪玉か。いや、雪玉、まあまあ、1入れたところでそんなに変わりはないんですけども。OK。いや、なかなか倒せないな、これ。ちょっと待って。あぶね、あぶね。ナイス、 OK。 で、ゴーレムそこに、で、蜂も出せ。いやー、やっぱ減るな、下手な装備でいくとこうめちゃくちゃ減るんだ。ナイス、もうちょっと先のところに出したかったけども、まあ、しょうがないですね。 OK、 ナイス、 OK、 まあ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 いいでしょう。やばい、ちょっと待て、ここリープリーフきついぞ。よし、倒した。まあまあまあいいかな、HP も十分あるし、ゴーレムも回復する。 OK、 これならいけるね。 OK、 3回クリアいきまーす。 5! 全部召喚じゃん。まあ、なるほど。いや、いけるよ、いけるよ。でも珍しいね、もう完全な召喚だけっていう。いや、全然余裕ではありますよね、火力はあるだろうから。あ、逃げんな。オッケー、私は使うまでもないか。よし、これでおしまい。あ、こっちがいる。わおいい感じですかね。いきまーす。6なしね。5ない、5多いな今回。
はいはいはい、あーまあまあまあ傭兵欲しかったけども、まあ武器でもいいでしょう。こんな感じでいくか。え、次ボスよね。危ねえ、危な危な。よし、 OK。 おい余裕おお、全部召喚意外と悪くないぞ。1、ちょっと待って、どれ変える？どれにしよう。ベックス、うん、蜂はね、まあどんどん出てきてくれるんで、ベックスよりはいいかな。これもう傭兵あげるしかないんじゃない？うん、火力上げたところで耐久力ないとちょっと戦いにくいからね。ここがどうだ。まあまあ、雷がうまいこと出てきてくれれば OK。 おっしょ、キョ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  OK。 いや、いい感じ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 です。雷出ればいいかなと思ったけども、出てきてくれた、ありがたい。いきます。3、いや、これここだよ。うん、蜂とね、ゴーレムは持っときたいかな。いきましょう。どこだったっけ、結構いい装備を選べる場所、そこで何を取るかだよな。 OK、 ちょっとそこは任せてと。 OK、 いいんじゃないですか。終わり。いきます。3、またか。そう、まあソウル貯めてもいいか。ちょっと雪玉多めに入れていきましょう。 OK。このクリーパーは対策できてるんで大丈夫だね。よし、よし、完璧、いきます。4 まあ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 、いいんじゃない、いいんじゃないの。いきましょう。まだ今のところ難しくはないね。よし、もう大外れのやつが来たらちょっとやばくなるかもしれないけど。おお、 OK。 あ、雪玉3入れれる。雪玉は3よ。ゴーレムどこいる？ああ動いてないのか。よし、オッケー、大丈夫ね。よし、終わりでしょう。まだ、ああそこか。はい、おしまい、いきまーす。6、ちょ待ってね。1、
テレポート弱くなったぞおい。まあまあ雪玉はね入ってるからタンブルビームあんのか。行ってみましょう。これでちょっとやりにくいとは思うけども、まあまあ大丈夫でしょう。よし、おいって耐久力低く、やーべえ、火力もなくなってるし。よし、オッケー、はい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 、ちょっとこの防具よろしくないぞ。あはは、いきまーす。2、まあまあ、雷の杖の方が良かったかな。まあいいか、ここやべえぞ、ここ絶対やばいよ。でもこれは、いやこれ厳しい。よし、いやきつ、よし、ラビジャーがとにかく厳しい。まあまああと1体いるからね。ちょっと遠距離で倒していきましょう。よし、よし、オッケーで任せたよ。よし、オッケー、これ遠距離じゃないとここ無理。いやでもまあまあまあいい感じじゃない。よし、でこの耐久力のないこれでねどうなるかと思いましたけども、いけるもんだ。終わりか、あ、まだ。よし、はいはいはい、いけたいけた、いきまーす、ゴー。ほうほう、マシになった、マシになった、マシにはなった。オッケー、よし、これ、そうね、次の商人どうなるかっていうところだね。よし、オッケーオッケーオッケー。おお、使いやすいね、やっぱね、使いやすい。いや、ゴーレムもうえ、あー、HP 低いね、ゴーレムの HP が低い。火力ももうなくなってるし。よし、 OK、 いいんじゃない。もうゴーレム変えてもいいね。ないとこれちょっと厳しくなってきたよ。ちょっと厳しい。オッケー、行きましょう。3、あ、ここだったか。いや、まあまあ無難なやつが当たったね。うん、両馬王のか愛のメダルか、まあアップドラフトでもよかったけども、まあ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 いいでしょう。ちょっとエイリーを多めに入れて戦いやすくしよう。ムスッとに両馬王のは使いやすいわ。結構使いやすい、これいいぞ。できればこのまま武器変わらないでいてほしいけど、どうでしょうか。どうせ変わるんだろうけどね。
できるならばこの両刃斧のまま行きたい。余裕、行きます。あ、ちょっと待って、落ちた。4。おー、怖っ怖っ。ここ武器ここだったら、あ、まあまあ悪くないけどね。うん、でもちょっと待って、影クロス弱くなったね。まあ、とにかくエイリを入れて、あ、で防具も入れよう。耐久力上げよう。ヌスットと本当にね相性がすごくいい、使いやす。よっしゃ、いいじゃないですか。これスパイダーにしたがいいな。ああ、あの商人では絶対強い。よし、で回復のトーテムも多分もうパワー不足だよね。そろそろ変わってもいい頃。よし、いきます。 5。 うわー、変わった、最悪。まあ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 、ここ本当はねゴーレムが良かった。ハンマーになっちゃったわ。まあ火力を上げましょう。うん、ちょっと単純火力をちょっと上げていきます。 OK、 うん、ワンパンワンパン。いや、使いやすくはあるのよ、ハンマーは。使いやすくはあるけども、火力がないっていうのが弱点だもんね。そこをちょっと鋭利でなんとかしていきたい。 OK、 よし、 OK、 いいところに出たと思う。よし、ダメだ、影化の時間が短すぎる。もう少し長ければ3秒か、そんぐらいでしょ。はい、よし、OK、 いきます。2番。あーだ、3がよかった。ヘビークロスか。まあ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 、よくはなりましたね。でここはヌスト行こう。スパイダーすぐ変わらないでくれよ、すぐ変わらないでくれ。ここだよな。エンチャントは、あ、ちょっと待って、音、まあまあ、いけいけいけ、なんとかしよう。 OK、 戦いやすくはあるからね。 OK、 ヘビークロスで落とせるかなと思ったけども、ちょっと落とせないね。 OK、 あー、でももう勝てますわ。うん、回復のトーテムの中でブンブン振り回しとけば、まあ負けることはないでしょう。 OK、 よし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 、終わり。はい、まあよかった。2、弓変わりすぎじゃない。まあまあ3じゃなくてよかった。うん、ああ3号とか結構危ない装備あったよ。結構危ねえ装備多いな。ここはね、ここに置いていったらよかったと思う。待て、ナイス、よし、いい感じか。よし、まずあっち倒していきたいよね。 OK、 いいんじゃないですか。矢も出てきてくれた。
こっち側もまあまあまあ召喚いるし大丈夫でしょう。あぶね、耐久力もまあまあそんなに悪くはない。いやもうゴーレムが全然使えない。うん、ゴーレムがちょっともうよろしくない。よし、オッケーオッケー、十分十分十分戦ってくれた。よし、いいんじゃないですか。もう20回まで来てる。結構早め、早いね。6やり直し、5。なんか今回5が出るな。ちょっと待って、無知はいらんって。こっちあげよう。まずは無知いらんな。衝撃波でちょっと火力を上げていくか。あ、衝撃波無知はまあ悪くないね。オッケーオッケー。クリーパーを一撃でやれないっていうのがちょっと気になるところだけど、でもまあまあまあ最初取ったマジーベストが本当に使える、すーげー使える。あ、待って待って、いいっすね、いいっすね。ああ、あの衝撃波無知は意外と使っていけるわ。うん、それなりに火力出る。4。もう変わるなって。いや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 、他が良かったな。これ厳しい。いいか、3入れとけ。そんなね悪くはない武器だと思うんですけども、使い慣れてないっていうのがね。これはでももうゴーレムはダメだよ。 HP がもう低い。だってパワー72だもん。これ使えなくてもしょうがない。おい、あっぶね。よし、 OK。 危ない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 。よし、まあでももういけたね。えい、いきましょう。3。うっそうっそ、いやここちょっときついぞ。ビーストバースト入れとこうか一応。あ、ちょっと待って、これ、まあ、霊気だろうな。で、ビーストバーストを2ぐらい入れときな。で、吸血入れて、あー、まあまあ、とりあえずこれで、いきましょう。もうほんと、緊急回避のビーストバーストだよ。ちょっと待って待って待って。オッケー。絶対ね、押し込まれてくるから。やば。まあまあ霊気でなんとかなってる。よし、 OK。 あ、いや全然なんとかなってる。うん、あ、なるほど、攻撃受けると蜂を発動させるから意外といい。いやめちゃくちゃいいわ。めちゃくちゃ良かった。いきます。2。いやーもう。あ、まあ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 いいか。できればメイスが良かった。メイスかゴーレム。もうゴーレム変えて、あまりにも弱すぎる。どうするか。まあ虚無と、まあ、強打入れときましょうか。強打だろうね。あんま出てくるか分かんないけど。で、こんな感じでどうすか。
そんなにね今回は難易度が高くないので、まあいけるにはいけますわ。 OK、 よし、まあいいんじゃない。おーおーおー、霊気やっぱり強い、すごい使える。よし、おーおー、ハンマーもね強いには強いよね。あっぶね、もうちょっとかあ、もう耐久力の低さをなめてた。あのゴーレムも出してなかったし、ちょっと耐久力やっぱ低いわ。よし、オッケー。ちょっと敵の火力も高いし、あまりこう無茶をせずにいかないとね。オッケー。特に強いのがいるでしょ、そいつらを。マジで危ない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 。もうビーストバースト、ナイスビーストバースト。オッケー。もう召喚自体のパワーは弱いけども、ビーストバーストは超火力だからね。1、ツルハシっすか、ツルハシっすか。まあまあまあいいけど、どうしよう、旋風入れたい。うん、蜂もいいけども、旋風だ、火力上げる。できれば衝撃波がついてて欲しかったけども、まあ旋風でも悪くないですよ。うん、鶴橋の旋風衝撃波は強いんでね、いいです。 OK、 問題なしで。そんなに、あ違う、まだ難しいところあったっけ。なんか難しいステージが残ってたっぽいけどな、どうだったっけ。おいおい、変なとこいるな。よし、はい、ラスト。おーい、やられとるが、参りましょう。6、やり直し。2、おお、いい感じに変わっちゃったよ。あでも霊気はついてるからいいか。でイカスミ、イカスミもねそんなに発動させない。いい、行こう、これで行こう。ちょっとイカスミを多めにちょっと使っていってみる。うん、結構命中率は下がると思うんだけどね。いや、ちゃっちゃっちゃ、これはこれ厳しいわ。ちょっと待って、いや待って、これ真ん中まで入っていくとやばい。よし、危ねえ、回復すげえ、減る減る、むちゃくちゃ減るじゃん。食い物いっぱい出たからよかった。え、どこ？あ、いたいた。はい、若干危なかったけど、いきまーす。4、ああいいよいいよいいよ、うん、多分いい。あー、これちょっと行きやすくなった。どうしよう、まあ、テンポセフト武器にね虚無入ってるんで、まあ、クリティカルにしときますか。 OK、 あーよかった、使いやすい。うん、ここはあのクリーパーとかね結構嫌なやつ出てくるんで、
どうしようかなと思ったんですけど、あ、全然良かった。 OK、 いいね。あいい感じ、めっちゃいい感じ。よし OK。 ジオバンサーが欲しいのよね、これ。ここはもう弓をガシガシ打っていけば。いやいや、ゴーレム3発で沈むんかい。 OK、 いいんじゃないですか。よし、終わり。あれ、武装、ああ終わったね。いきます。1位、花火か。まあ回復かな、うん、回復でいいか。か、ここか。あ、あでもまあ召喚があれば悪くない戦いはできそうだね。ちょっと厳しい気はするけど、いけ。いや、こいつ、ああ、あいつら自体に火力はないから。ちょっと今ビーストバースト発動したと思うけど、どう？大した火力にはなってなかったっぽい。よし、オッケー。危ない、あ落ちた、やば。ああ、もうそうだ、ここが一番難しいんだよ、このシーズンで一番難しいのは27回。よし、とりあえずあっち側を沈めとこう、ある程度ね。そうするとだいぶ行きやすいでしょうから。ちょっと落ちすぎて時間かかったな。 OK、あー、ここゴーレムいるのね、問題ない。HP かっけえな。 よし、 OK。 じゃあ、あとはあっち側。結構今回矢筒がいっぱい出てきてくれたんで問題なく倒してる。 OK、はい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 、行きましょう、張り切ってね。3、お、珍しい。あ、ここむ難しかった、ここ難しいな。6雲とこれでいこう。 なんか怖い、クリーパー多いのよ、だから、ああ、あー、まあ破滅も一応使えてる。クリーパーマジで来るからね、これ。オッケーオッケーオッケー。あ、意外と武器のユニークスキルが刺さるんで倒しやすい。あ、いいぞ。ちょっと待て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 、ラブジャー嫌い。いやいやいや、いいぞいいぞ、めちゃくちゃいいじゃん、戦いやす。あ、待って待って、固まらないで。バカ野郎、バカ野郎なの。ちょっと待って待て待て、偉いやつをエンチャントしたな。よし、やべ、ラビジャーエンチャントやめてよ。あ、でももう終わりです、よかった。5、最後はスノーアーマーに変わった。スノ、まあまあまあいいか。武器あげる？武器あげようか。オッケーです。まあ最後のボスは問題ありませんね。
ましょう。サプライズギフトとそんぐらいしかないね。あ、無謀入れろ。もう最後は無謀入れろ。あー、光入れとけ。無謀でいっちゃえ。もう一気に攻めて終わらせましょう。あんまり火力がない。あ、でもまあ無謀入ってるからこんだけ火力があるのよ多分。うん、普通だったらこんなにない。 OK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 、 もう半分よ。いい感じ。この雑魚戦をどうするかだ。 OKOK。 もう全然余裕、全然余裕。ダメージは受けないでね多分ワンパンでやられると思う。 OK。どうだ、嘘、いけた。はい、まあなんか結構珍しい装備多かったですけども、いけましたね。今シーズンが楽でよかった。おお、珍しい。おお、使える。連鎖反応3のシュガーラッシュ。おお、いいねいいね。最強にできますねこれは。発光するイカはいらない。大釜、悪くはないけども、まあちょっと防御特化すぎるか。あ、でもまあ大釜にしましょう。おお、いいと思うよこれ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。